見えてますが、宇佐美海岸です。夏の間はですね、海の家が営業されまして、大勢の海水浴の方で賑わう海岸です。この夏が終わりますと、この海岸にはサーファーがたくさん集まってきまして、ここは遠浅の海岸で波も高いため、サーファーの人気の、ね、海岸です。ではね、今度左手の、ね、山の中腹あたり見ていただきますと、大きな観音様がこちらを見ているのがわかるでしょうか。こちらから見ましてもかなり大きいのがわかると思うんですが、宇佐美観音寺境内に建立されております世界平和観音と言います。正式名称はですね、世界平和大観音というそうなんですが、なんか大げさな名前がついてるんですが、この小さな町宇佐美から世界平和を祈ってくれているそうです。茶道館で観音では日本一の高さ50メートルと言われております。ぜひともね、世界平和を祈っていただいてですね、この不景気なんとかしていただきたいと思ってるんですが、まだそんなにね、まあ、この観音様頼むのもね、ちょっとかわいそうなんですが、歴史古くなくて昭和62年に建てられたもんでして、まだ歴史は22年と浅いわけでして、私より年下なんですね。まあ、ぜひともね、世界平和に実行していただきたいと思います。はい、では今度ですね、まあ、止まりました、船止めましたが、目の前の赤い灯台の港が近づいてきました。宇佐美湖って港でしたね。この宇佐美湖、現在は近海漁業を中心とした港なんですが、昔はこの小さな宇佐美湖にも大型の船が出入りしておりました。愛知県、三重県、高知県からですね、カツオ船がこの港に来たわけですね。カツオの餌となるイワシを買い付けに、この宇佐美湖を寄りまして、船で詰めまして、この港からね、沖合グアム、ね、沖合のグアム、サイパン方面に遠洋漁業に出かけていったそうです。現在はカツオ船の漁、カツオ漁もね、縮小されてしまったようでして、この宇佐美港にはね、カツオ船寄ることは現在はなくなってしまいました。この宇佐美湖からこの岬が続いているわけです。この辺の水深はですね、15メーターぐらいだと言われているんですが、スキューバダイビングのポイントがね、何箇所かあるそうです。ダイビングスクールが岸に1軒ありましてね、シーウィンドってお店が1軒ありまして、そこのね、ダイビングスクールの前で、ショップのスクールの前でですね、浅いところで練習して慣れてきましたらね、宇佐美湖から船が借りまして、この岬の先で船を持ってきまして、スキューバダイビングするそうです。でここは岬ってね、囲まれてる湾内のためにね、多少風が吹いてもね、多少波風をね、しのげるそうなんで、初心者向けとも言われております。